NHJ ヘッドラインです今週のマーケットの振り返りそして来週の展望有望銘柄のピックアップです、えー、まずは今週のマーケットの振り返りからです、えー、今週のマーケットですが、えー、まずはこちら、えー、今週のチャートを見ていただきましょう、えー、まあメジャー SQ を迎えた今週です日経平均は三勝二敗、えー、まあ間の水曜日と 呼ばれております。S.Q. 前の水曜日を中心にですね、上下に大きく振られる展開となりました。まあ今週もですね、外国人買いは継続しておりまして、これは十週連続の買い越し。まあただですね、買いの勢いは若干減少してきているといったところがデータでも見て取れます。この冷やしのチャートですね。これを見ていただくと、この収縮から えーま、この5本の足、えー、これが今週の足となりますけども週初からこう先週からですねギャップアップをしての上昇、えーま、3万2万二千円台に到達といったところです、えー、ただですね、えー、週末、えー、s ーをメジャー SQ を迎えているということもありましてまポジション調整ということもありまして、えー、波乱の展開となりました。 えー、水木と2日間でですね、まあ高値にまで買い進まれていたといったところもあるんですが、この2日間で865円の急落というところです、えー。5日移動平均線、まあこの急上昇を見せていたところですが、ここをずっと保っていたんですが、さすがにここを割り込む展開。えー、まあただですね、えー、まあここを下抜けて調整色も。 色濃くなったと言ったところです。えー、ま、ただですね、警戒されたこのメジャー SQ、これをこう本日週末通過しますと、今度は買いの勢いが再開しております。えー、本日のこの、えー、陽線、この大陽線ですね。えー、これが次元しております。えー、再び急角度でこの上昇を見せる5日移動平均線、ここの上にですね、えー、浮上すると。 いったところでかなり買いの勢いが強い展開が出ております、えー、今週はですね、ニューヨーク市場も顕著といったところで、まあ、リードを見せるナスダック市場、えー、これに続きまして SP500 これも四千三百ポイント目前まで上昇しておりましていわゆる強気相場のブル相場入りといったところですマーケットのリスクオンを裏付けるような格好となっております 週足のチャートで見ると、えー、こういった形ですね、この長いトレンド、えーまあ、ここはです、ねまあ、9週連続、えー、上昇を見せているといったところです。まあ、先週末と比較しますと日経平均は740円の上昇、えー、トピックスは41ポイントの上昇です。 日経平均の方が上昇率が高いといったところで NT 倍率は14.5倍と拡大傾向になっております投落レシオは103.41%これは先週末の102.21%から若干上昇といったところですね740円ほど上げておりますけれども この騰落レシオが一パーセントほどの一ポイントほどの上昇といったところですと、まあほぼほぼ横ばい圏といったところですね。ただ今週も活況相場というのは続いております。一週間を通して一日あたりの平均売買代金これはですね、四兆円超えと、かなり高水準となっております。先ほどもお伝えしたようにこの 九本連続で陽線を引いている、えー、まあ週足のチャートですけれども、まあ、本日はですね、えー、まあ今週はこのな上下に長い、えー、ひねを伴っております。まあ、波乱の週となりましたけれども、九、まあ、週連続の陽線そして強い地合いを確認する一週間となりました。えー、こういう状況を踏まえてですね、えー、今回ピックアップした銘柄は二銘柄です。 まず、一銘柄目はこちら、えー、三井ハイテックです。証券コ、えードは六九六六。来週の六月十四日に、えー、今一月期の第一四半期、二月から四月期のですね。決算発表の予定です。決算発表に反応しやすい傾向が、まあ、かねてから指摘される銘柄です。えー、今年半ばのですね。そこを入れいきたいといったところで、半導体関連が、まあ、昨今はかなり変われると。合と 言ったところですが先行きの回復期待に焦点が当たっても不思議のないタイミングといったところでこちらの銘柄を取り上げましたえ最近のアナリスト評価を見ますとえ5月の22日付でシティグループ証券が1万1000円目標の新規1でカバレッジを開始しておりますえゴールドマンサックス証券は5月の25日付 目標株価を九千四百円から一万三百円に引き上げて買い推奨を継続としております。決算説明会などで先行きの明るい見通しなどが語られれば一気に評価を高めるという展開も十分に想定できます。フェデリティ投信の変更報告書ですね。 これを追いかけてみますと、昨年の4月7日提出分の持ち株比率、これが5.26パーセントだったのですが、1月20日提出分では8.37パーセント、4月の7日提出分で9.38パーセント、まあ、2度にわたる買い増しの報告を行っております。まあ、いずれ海外投資家の買い流入というのも期待できる銘柄です。三井ハイテックでした。 えー、そして今回もう一銘柄ですね、えー、注目の銘柄はこちら近鉄グループホールディングスです、えー、先週末の2日にですね、中期経営計画を見直しております最終年度の25年の3月期の営業利益目標これ従来の650億円以上としておりましたけれどもこれを860億円以上と情報修正しております コロナ禍がおおむね収束した今期からは国際物流事業が年度を通じてフルに寄与しているといったところです。さらにですねアフターコロナのグループ各事業の回復鉄道事業における運賃改定これを織り込んでいるといったところですね。前期の決算は売上高純利益ともに JR 西日本を抜いて関西鉄道大手5社のトップになっております。 今期は営業収益が1兆8200億円これは前期比で16.6%増営業利益は840億円これも25.1%増とかなり高い水準を見込んでおりますチャートの方も右肩上がりといったところですね近鉄グループホールディングスでした えー、そしてですね、えー、来週の展望となりますけれども、まあ、来週はですね、まあ、FOMC そして ECB 日銀の金融政策決定会合と、まあ、中央銀行ウィークとなっております。えーまあ、世界各国の中央銀行、まあ、ここの政策会合が集中しているといったところで、まあ、中でもですね FOMC、えー、アメリカの動向に注目が集まります。 ま今回は利上げ見の見送りというのがマーケットコンセンサスとなっておりますけれども、FOMC 初日にですね発表されるアメリカの CPI こちらの数時間ではサプライズがあるということになると波乱要因というのも考えられます。ただですね次回に向けてパウエル議長の会見の発言こちらの内容にも注意が必要となってきます。 そして、日銀の金融政策決定会合これは金融緩和の継続といったところで無風通貨と見られておりますが最近、国会質問で上田総裁が話されている日銀保有の ETF 売却の話が出てくるようですとある程度の動揺が見られるかもしれません。ここういったところで、今週の,この中央銀行ウィークここに焦点が当てられます。 ええまあ SQ を通過した後ですね上値を試す展開となるか注目されるところですえそして国内の方ではですね13日ここに岸田首相の会見も予定されておりますまあにわかに解散総選挙の思惑が働いてくるといったところですえ今週はですねまあ強い地合いを確認したといった東京市場ですがまあ来週のビッグイベントを控え えまあ波乱があるのか引き続き目が離せないといったところの東京市場になります。以上 NSJ ヘッドラインでした。